京都の大学1年生です。今後の日本または京都の観光業界は厳しいでしょうか？まあ、そのコロナというのがあるので世界中ひどい観光大変だよねというのは置いとくと、京都は強いと思いますよ。結局その、世の中って必ずお金を持ってる人っていうのが、まあ、ぼちぼちいて、で、行ったことのない有名な観光地に行きたいと思ってたりするわけですよ。で、行ったことがない有名な観光地、世界で行くと、なんかその、まあ、モン・サン・ミシェルとか、ピラミッドとか、じゃラスベガスとか、なんかその、世界中で有名な観光地っていうのがあるんですけど、で、旅好きな人って、そういう、必ず有名なところ世界中を訪れるって中に、京都が入ってるんですよ。いや、その1000年以上前かある、その木造の建物が未だに使われていて街並みになっているっていう場所が、世界中そんなにないんですよね。中国の上海の松園だっけなんだっけ。ちょっと名前忘れちゃった。なんか一部その中国にはあるんですけど、ただその街というよりは割とその観光地としてブロックになってて、その本当に木造の街並みがそのまま使われているかっていうと結構微妙だったりするんですけど、その京都は、京都は応仁の乱以降の街並みがそのまま残ってるので、なのでその海外の観光客っていうのがまあ、こう動き始めると京都はまた観光客が増えるんじゃないかなと思います。はい。